チャオアミーゴ。小学校5年生の時にブルース・リーに憧れてヌンチャクを自作して振り回して鼻にあちゃーんと直撃して鼻血が止まらずお袋のタンポを鼻に突っ込み抜けなくなったことがある、スーちゃん爆売り研究所のスーちゃんです。はい、皆さんタンポのね使い方には気をつけましょうね。あれはですね、端にはね小さくてもね鼻に刺した時に鼻血を吸収して、ね、膨れますからね、気をつけていただかないと鼻から抜けなくなります。その時のねヌンチャクをね直撃して今でも鼻が少し、ね、曲がってます。それで今日はですね、研究員というか同じ変態釣りチューバー仲間の長崎でね大活躍されているトンボ工房さんから研究レポートの提出がありました。ありがとうございます。内容はですね、トンボ工房ルアーは本当に釣れるのかという内容でルアーを送ってくれました。じゃじゃーん、ミスターシゲジとオールド風ミノ。シゲジって聞くと詩人の坪井シゲジのことですかね。まあちょっとよくわかんないですけども、でもねもうかなりね乳首が立っていますよね。わかりますかね、触ると気持ちいいですよ。トンボ工房さんも YouTube 動画をね上げてますので、URL はね、総社の方に貼り付けておきますので、気になる方はぜひどうぞ。トンボ工房さんは自分で作ったルアーで釣って、そしてメルカリの方でね、販売しておりますので、気になる方は、YouTube とメルカリの方をチェックしてみてください。長崎のね、トンボ工房さんというのはですね、釣りチューバーの、福山さんというぐらいで、動画の方でね、チェックしていただけたらと思います。では、今日はですね、このミスターシゲジとホールフミノモ、そしてですね、セニョールトンネードをね、使ってアリアダムを攻めてみたいと思います。あとですね、ルアーではないんですが、このですね、虫除けオニヤマくんを使って、虫除け効果の方でも検証してみたいと高ます。このオニヤマくんは、ただの模型です。これ自体は殺虫効果などありません。オニヤマくんは、蚊やね、時にはスズメバチなどをね、捕食するので、このオニヤマくんをつけていくと、虫がビビって寄ってこない効果を狙った商品です。販売からキャンパーや釣り人にですね、人気だったみたいで、なかなかね、入手も困難だったと感じでしたけど、やっとね、落ち着いて入手もできるようになってきたわけです。実際本当にね、効果があるのか、はっきり言って、前つばものですね。今回検証しています。検証し方はですね、はじめはオニヤマくんをつけておくと虫がビビって寄ってこないので、効果の方がわからないので、虫が、ね、寄ってきたらオニヤマくんを投入させていきたいと考えています。ではどんなドラマが待っていたのか、どうぞご覧ください。
今日は以上です。今日のアギガダム孫八と中之島公園でおかっぱりジェーヌさんは6名見えまして、ボートと、カヤックは自分を入れて5艘、見た感じ誰も連れてる様子もなく水温も低いので今日は9時半に上がりました。トンボ工房さんには申し訳ないのですが安定の坊主でしたので、また日を改めてリベンジしたいと思います。虫除け鬼山くんですが、今日に限ってですね虫が寄ってこなかったので、こちらも引き続き検証していきたいと思います。ではでは、今日はこの辺でお別れしたいと思います。では次回もスーちゃん爆釣り研究所でお会いしましょう。スーちゃんでした。じゃおー。